NHK 帯広放送局は、北海道の十勝管内を放送対象地域とする日本放送協会の地域放送局。テレビとラジオで地域放送を行っている。1988年に出された合理化案には、帯広放送局を支局とし、釧路放送局に統合する案が持ち上がったことがある。また、同時に北見放送局を 朝日川放送局に室蘭放送局を札幌放送局に統合するという案もあった。2015年度実施の合理化では、道内では札幌以外の各局で営業部が全廃され、札幌局営業推進部に集約の上で道内4営業センターが業務を担う仕組みに改められ、逆に串根地域の営業業務を帯広局内に設けられた営業センターで担う。 形となった。近年では、NHK 全都価値アイスホッケー大会や、高校野球都価値地区大会決勝戦などの恒例イベントにおける実況中継以外に、NHK 杯全都価値ミニバレー大会を2時間にわたって、実況性放送、喉自慢予選会員、目室町、さらに、帯広市で開かれた喉自慢の放送に合わせて、当時の司会で、帯広局が、 初認知だった、宮本隆二、前司会者で、同じく、帯広局勤務経験がある、宮川康夫による、トークショー公開録画放送など、少しずつではあるが、ローカル放送の拡充を行っている。2018年12月から、納得、十勝 CH を開始。視聴者から寄せられる意見や情報をもとに、NHK の記者が取材し、帯広局の制作番組や、 ホームページにて結果を報告するなど、帯広地域に密着した取材を強化している。2022年春より、北海道内7局がそれぞれ担当する、ローカル枠の放送エリアを再編し、関係局の業務と体制の大幅な見直しを進める、方針である。帯広放送局は、 しろ放送局と統合し放送時間を拡大、7局体制を維持し、地域サービスの強化を掲げる。2015年度の NHK 組織見直しにより、報道室等はすべて、市局に統一された。地上デジタル放送にも、コールサインが付与されたため、帯広送信所は、帯広放送局の親局となる。2007年10月1日より、帯広送信所にて、 本法を総始し、帯広送信書の施設は既存のものをそのまま使用している。総合テレビ教育テレビ2021年4月現在、ありがとうございます。